寝かせてくれ。誰もいないのか。
Thank you.
ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。
されました。助かったよ。頑張ってください。頑張ってください。解除します。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそ。
説の配達人、この様子ならサーバーの状態も何も問題はないでしょう。ありがとう。サム、武器装備作成のリストにリバーストライクを追加したわ。レイクノットから設計データが見つかったの、あなたのおかげね。リバーストライクはフロント二輪型自動三輪車のこと。あなたが前に乗っていたのと同じバッテリー走行よ。自動回復機能で乗っていない間バッテリーが回復する。障害物が多い場所で乗るのはかなりテクニックがいる。だから地面がなだらかな場所で乗るのをおすすめするわ。他の車両も整備を進めているから完成を楽しみにしていてね。ありがとうサム。あの検証データは無人配送システムの稼働には欠かせないものだ。早速自動配送ロボの実験を進めよう。レイクノット南にある配送センターまで届けてくれ。後でその配送端末で依頼を受けてくれ。ところでプレッパーズから気になることを聞いた。フラジャイルは信用できるのか。ヒッグスとの関係か。だが彼女はヒッグスを憎んでいる。我々と共通の敵ということだ。だから彼女とは手をつなげる。疑うなら本人に確かめるしかないが、彼女の協力はまだ必要だ。サム、フラジャイルよ。3人のプレッパーズはつなげられたみたいね。滞っていた荷物も届けてくれた。ありがとう、サム。それより君とヒッグスはどういう関係なんだ。奴と何があった。私の噂を聞いたのね。あなたと直接話したい。レイクノットシティ南の配送センターで待っているわ。あなたも来るんでしょ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。
提供いただきありがとうございました。血液採取チェック、献血ありがとうございました。
ペネードナンバーゼロ。サム、君を指名した依頼が増えてきたな。この先へカイラル通信をつないでいくために何としても受けてほしい依頼もあるが、中には必ずしも受けなくていい依頼もある。どれも我々と君自身にとって有益な依頼であることに違いはない。可能な限り受けた方がいいだろう。